これがほんまに使える。色的にさっきこっちかな、謎のチーズが入ってたりとか、これが可愛いと思って。こんにちは、池田真子です。はい、今回は100均の購入品を紹介していきます。ダイソー、セリア、キャンドゥから買ってきたんですけど、コスメの収納やったり傘の収納とか、あとはインテリア系もそうやし、キッチンで使える可愛いね、ものとかも見つけて、これを順番に紹介していこうと思うので、ぜひ参考にしてください。ほんまに新作でね、便利グッズがいっぱいあったんですよ。で、一人暮らしの方とか主婦の方にもぴったりやと思うので、ぜひチェックしていってください。はい、じゃあまずダイソーからいきます。これはね、もう買って一回開けちゃったんですけど、こちらです。傘立てマグネットタイプです。これね、こういう風に販売されてたんですけど、裏がマグネットになってます。で、私のドアが結構磁石みたいになってて、これね、ピタッと止めれるようになってるんですよ。なんでここに、これよく見るとこういう風にね、底があるんで、これとその上にもう一個こちらを取り付けます。これ折りたたみ傘やとこれぐらいの距離でもいいし、大きい傘を立てかけるっていう時はもうちょっとこう間隔を空けて置いてもいいしっていう風なアイテムになってます。はい、イメージ的にはこんな感じです。普段私折りたたみ傘のタイプの日傘を使うんですけど、それを持っていく時にもうドア開ける横にこうピタってね、これ止めとくだけで、帰ってきて直す時もすぐ入れれるし、行く時出かける時もこっからピッて取ってすぐに出かけて使えるんで、これはすごい買ってよかったなと思います。便利。はい、次こちらです。 PS クリアケース。これはね、前にも紹介したことあるかもしれないんですけど、これのシリーズ結構追加で買ってて、今回持ってきたのは一マスのタイプなんですけど、ここに間にこう仕切りが2つあるタイプも買ったし、あとはこの3分の2のサイズで2マスのタイプやと2個セットで売ってるんですよ。そういうのも買ったりとか、大きいサイズもあったり、大きいサイズで浅めのものとかもあったり、めっちゃ種類があって、最近出たこのダイソーバージョンのクリアケースなんですけど、これがほんまに使える。で、あとはやっぱりこう袋に入ってるんで、持って帰ってる時とか、その販売して置いてあるところでも、ね、いろんなものと当たって傷が行きにくかったりもするんで、そういう面でもほんまに嬉しいなと思うし、これはすごいおすすめの商品です。前に紹介した Get Ready With Me でも、あのドレッサーの引き出しの部分にこういうケース使ったりとかしてたんですけど、あそこはちょっと自分の中でなんか変えられへんかなと思って、あれからまたね、その追加で買ったものとかを入れ替えてみたりしたんですけど、やっぱりこの仕切りあるやつの方が中でこうごちゃごちゃになりにくかったり、まあ、こういう長いケースのタイプやと同じ形のものをバーって並べて入れる時にはすごい綺麗に見えたりもするんで、これはもう買ってよかったなと思って、お気に入りのアイテムです。はい、次こちらです。貼れる布テープ。これがね、可愛くて、ほらゴールドなんですよ。キラキラ。全然何に使うとかは考えてないんですけど、もうゴールドに惹かれて即買いました。もうゴールド見つけたらパッてカゴ入れちゃうんですよね何に貼ろうかな。あ、でもそれこそこういうケースとかにほらこうやって貼るだけでも可愛くないですか。うわ、これちょっと後でやろうなんかいろんなとこに使えそう。はい、次こちらです。なんか久々じゃないですか、増加を買ってきました。今までのまこチャンネルでの100均の購入品紹介、だいたい増加買ってたんですよ。けど今回なんか買うの久々やなと思って、ちょっと秋のお花を買いました。はい、こちらがオータムフラワーブッシュです。で、こちらがオータムフラワーミックスブッシュです。これ背景にちょうどいいなと思って買ったんですけど、こっちのオレンジタイプとピンクバージョン、色的にさっきこっちかな、この背景終わったら次こっちに変えようかなと思って買いました。まあ、1本でこういう風にね、何本かお花がついてたりとか、それこそこんな風に1本でもう花束みたいになってるタイプやと、こう詰め合わせてね、くっつからなくても形がもう出来上がってるんで、こういうタイプはすごい飾りやすいと思います。はい、次からセリアの商品紹介します。もうこれがね、めっちゃ可愛いと思って2つ買ってきたんですけど、こちらです。はい、こちらソープボトルキューブです。めっちゃ可愛くないですか。容量は 300ml 入ります。もうデザインはシンプルに白に、上がねゴールドなんですよ。確か前にはこのここがシルバーバージョン、形はちょっと四角やった子は忘れたんですけど、なんかシルバーのやつはあった気がするんですよ。でも私シルバーじゃなくてもゴールドが好きで、ほんじゃもうゴールドあって、しかもこれ100均と思ってめっちゃ嬉しくて2個買いました。ソープボトルはもう韓国のダイソーで買ったものを今使ってるんで、
あのキッチンの方で使ってる洗剤とか入れるのとか、あと手洗う用の石鹸入れるやつあるんですけども、それをちょっとこっちに変えてみようかなとか思ったりとかして、まあ、一人暮らしやったらね、この 300ml の容量でも洗剤とかも結構使っててもなんか減り遅いじゃないですか。そんなことないだから全然大きいサイズじゃなくてもいいなと思って、これぐらいだとちょうどコンパクトやし、もう可愛いしちょうどいいと思って、めっちゃ使うのが楽しみです。こういうのが100均で買えるってめっちゃ嬉しいですよね。もうゴールド好きの方ぜひチェックしてみてください。はい、またゴールドです。こちらマスキングテープ、これはゴールドとシルバーがあったんですけど、私はもうゴールドです。もちろんゴールド。はい、こんな感じでね、2つ付いてました。2個セットで100円です。細いマスキングテープなんですけど、こういうのもちょっとなんか小物デザインとかするのに貼ったりしてもいいし、なんかノートとかに貼ってもいいと思うし、それこそもうさっきのここ、こういうのにピーって巻くだけでもね、またちょっと違って見えたりとか、なんかいろんな場面でも持てたら使えるかなと思って、こういう小物集めるの好きやな、やっぱ。はい、セリアのあと2つちょっとインテリアになっちゃうんですけど、こちらです。フォトフレーム、これは確かね、白と黒があったんですよね。珍しく黒にしました。中の柄はね、変えて写真入れてもいいし、なんか貼ってもいいし、いろいろ使えると思います。後ろはこちら、横向きでも縦向きでも使えます。まあ、フォトフレームも時々そこのコーナー見たりするんですけど、やっぱりちょいちょいこう新しいものが出てたりとか、これもね前からあったのかな、なんかあんま見えひん買ったなと思って買ったんですけど、100均行くたびになんか変わってたりするから、そういうのを見つけるのも楽しいですよね。はい、次こちらです。ボトルベーススクエアです。なんかちょっと渋くないですか、ブラウンのボトル、海から流れてきそう。あ、なんかあのさ、海からさ、瓶、手紙が入った瓶とか見つけるのはちょっと憧れますよねなんか謎の地図が入ってたりとか、なんかメッセージが入ってたりとか、まあ、これ蓋ないんですけど、でこれは普通にインテリアとしてどうかなと思って買いました。なんか秋っぽくないですか、ちょうど。マジでも全然いけるけど、これはお花とか園芸コーナーっていうかな、そういうところに置いてあったんですけど、なんか気になって買ってみました。はい、次からキャンドゥいきますね。こちら珪藻土傘立て、珍しくないですか。これはね、インスタで見たことがあって、気になると思って探してたんですけど、見つけました。傘を 2,3 本立てれるみたいです。イメージはこちらです。さっきのダイソーの方もね、全然使えると思うんですけど、やっぱり雨の日、雨降ってびしょびしょになった傘とかを直すときに、この珪藻土があれば、でこれがある程度水吸ってくれて、こう周りにこうバーって水がね飛んだりとかする心配もないじゃないですか。そうやって思ったらめっちゃ便利と思って、でしかもめっちゃコンパクトなんですよね、サイズが。だから場所も取らへんし、これはちょっと面白そうやなと思って使うのが楽しみです。ぜひキャンドゥ行ってみてください。で次こちら、珪藻土デザインコースターです。これも珪藻土ということで水を吸収してくれるものになるんですけど、柄がねこんな感じで、ちょっとおしゃれな柄になってます。結構私メイクするときに飲み物をドレッサーの方に持って行ってやるんですけど、これがあったら、ね、したガラスが濡れたりとかもせず使えるかなと思って買いました。他にもね、いろんな形とか柄の珪藻土のコースターがあったんで、気になった方は探してみてください。はい、次こちらです。ウェットティッシュケース、これはね結構前から発売されてると思うんですけど、それのミニサイズが出たんですよ。これこれこれと思って前にね、そうこれ出た時には便利やなと思って買ったんですけど、やっぱ自分が使うにはなんか大きいなって思ってて、じゃあもうミニサイズ出たと思ってめっちゃ嬉しいと思って、さすがキャンドゥさん分かってるわみたいななんで上からやねんってな、ちゃうんですよ。ほんまに嬉しくて、ありがとうございます。ほらこういうねタイプとかも、こうやって合わせたサイズがさ、ちょうどいいぐらいじゃないですか。そう、確か前のやつもうちょっと大きかったんですよね。え、ミニサイズ前からあったんかな、ないですよね。で柄も私が行った店舗はこの真っ白のものとグレーがあったんですよ。でシンプルで使いやすいなと思って、ウェットティッシュ、クリーナーシート、お尻拭きに使えるみたいです。はい、次こちらです。ネイルファイルプチ 5P です。これは普通の爪やすりなんですけど、私最近ちょっとジェルネイルやめて剥がせるジェルネイルにしたりとか、あとは爪が柔らかい時はもうマニキュアにしてたりとかするんですけど、そういう時に、ね、爪先ケアするのにちょうどいいかなと思って買いました。やっぱり剥がせるジェルネイル使う時も多少の傷があった方が持ちがいいなっていう風に私は感じて、だからちょっとこう軽く薄く
傷を生かして使おうかなと思ってこちらを買いました。はい、これで今回の購入品は以上になるんですけど、皆さんも気になるアイテムがあったらぜひチェックしてみてください。また他にもね、新作アイテムとか便利グッズとかこういうね、可愛いものとか見つけたら紹介しようと思うので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。そしてこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もしてるので、そちらもぜひフォローお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。